だからそう体の向きもセットだねっていうコメントあるんですけど、あのサッカーやり始めたりとか、そのセオリーは体の向きはめっちゃ大事なんですよ。だからあの監督もピーターも半身半身って言うんだけど、この半身を半身じゃないように受けることによって敵が食いつくみたいなのもあるんですよね。だからこういうファーストタッチを選んだ、半身だからこういうファーストタッチを選んだとかいろいろあって、結構だから後ろのことが完全に見えてると、見えてる場合は俺結構正面で受けに行くことあるんですけど、正面に受けに行くと相手は自分のこと見えてないって錯覚するんですよね。だからなんでそこ見えてんのっていう裏を取れるプレーが結構できたりもするんで、わざとその背中を向けるっていうところも応用としては結構大事だったりする。見えてなかったら意味ないですよ。見えてないで背中向けてたらダメだけど、全てが半身が全てじゃない気がするんだよね。半身めっちゃ大事なんだけどね。オーソドックスは半身で受けることはめっちゃ大事です。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。